日本近畿地方大阪府大阪市北区、中崎中崎は大阪府大阪市北区の町名。現行行政地名は中崎1丁目から中崎3丁目。大阪市北区の東部に位置する。西は中崎西と万歳町、南は大木町、北は本庄西、東は浮北、黒崎町、山崎町とそれぞれ接する。 地内の中央部を東西に宮古島通りが通り、宮古島通りより南側が1丁目、北側が2丁目となっている。地下鉄谷町線の中崎町駅があり、西隣の中崎西と共に、両地域を中崎町と総称される。大半が元西成郡本庄村の一部にあたる。後の境界変更により、元道郡南浜村、北野村の各一部も含んでいる。 1889年の町村政志向により、西成郡本庄村、南浜村、北長良村、南長良村、国分寺村が合併して豊崎村が発足。1897年の大阪市第一次、市域拡張の際に、豊崎村の南部が、大阪市北区へ編入された。1900年の大和坂井により、本庄宇北町、本庄黒崎町、 本庄中野町、本庄洋村町、本庄王道町、本庄東権現町、本庄西権現町の町名が誕生。この時の本庄中野町、本庄洋村町、本庄王道町の東部が、現在の中崎、本庄東権現町が、現在の中崎西に概ね該当する。1924年に本庄の干渉を廃止、同時に行われた、 境界変更と大和境変により、浮田町、黒崎町、中崎町、羽村町、山崎町、万歳町、船場町、道、本町、鶴野町に改称された。1978年に境界変更と現行住居表示を実施し、現在に至る。昭和初期には、浮田と中崎の境を、伊地川という細かい川が流れていた。部川のような川であったが、 当時は、魚が連れていた。当時の中崎西の北部は、船場町と呼ばれ、堀川からの支流がこの辺りまで入り込んでいたと思われる。今の道山町の辺りに、北の青物市場というの市があり、そこへ品物を運ぶための積場が船場町に存在した。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。帰宅内のすべての私立中学校と大阪市内の小中一貫校が対象で、学校選択が可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。プラネットプラスワン。 宮古島通り、大阪府大阪市北区の町邸、朝一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、中崎の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。 総務省。2019年6月24日閲覧。アルック第30号総監号天魔人79。P インタビュー AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び。世帯数町長。あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。平成12年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び。 世帯数町長、あざと、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、あざと、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、 世帯数町長,長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。北区内の通学区域一覧。大阪市。 2019年10月4日閲覧。平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。